大丈夫？顔こけてるけど。あ、それでもカッコつけてくれるレオン。さすがでございます。チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。ということで早速やっていきましょうか。できる限りナイフでクリアしていこう。でもゆるゆるのハンドガンだよっていうね。そんな感じでやっているんですけれども。はい。まあね、ハードコアのね、最初のね、あの、数パートに関しては、エルヒガンテをぶちのめすっていうところまでは頑張ってね、なんとかナイフだけでクリアしてきたんだけど、その後からね、もうだんだんね、クリアができなくなってきて、まあ、順調にそういう意味ではゲームレベルが上がってるからだよっていう言い方ができるかもしれないんですけど、まあ残念ながらね、全然ね、あの、クリアできなくなっちゃってるというところがあるので、そこにいる娘をこちらに渡していただきたい。今すぐ無理です。すぐ無理な注文だ、はい、ラモン、まあ、あの極力、ね、彼女にもいろいろ初めにも言ってたけど極力ナイフだけどできないときはハンドガンを使いますよっていうことを言ってたんで、あの自分に緩すぎるわっていうことでお叱りをいただくことはもうごもっともで、そのあの高貴な方で厳しいお言葉とはいえ、我々には彼女が必要なのです。その娘を源として、あなたの合衆国、そして全世界が恩寵で満ち満ちる。これでお亡くなりになっている方もいるからね。本当にライブでやるとか、一回ライブでやってたけど、ライブでやるとか、まあ、あとは何だろう、あの収録時間とか気にしなくてもいいよみたいなとかね、あとは僕の編集能力で、何回もね、とても残念です。カットしながら進めていけるっていうこととかであれば、丁重にもてなして差し上げなさい。客人は死をお望みのようです。ちょっと今すいません、本当にもう言い訳ばっかりで言い訳ばっかりなんだけど、そんな動画を見てくれてる方のことが大好きです。そういえばこんなことがあったの忘れてた。いきなりだね、いきなりだね、忘れてたわ。そういえばしかも盾持ちなんだよな。こいつらの倒し方は簡単です。まず逃げます。そして後ろから来るやつがいます。こいつを無視します。で、わあめっちゃ走ってくるわん。で、ここを開けます。近づかれます。そして逃げます。扉が閉まります。で、あいつら開けてきます。で、めっちゃついてくるわん。やばい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 、鬼ごっこ鬼ごっこ鬼ごっこ、ほいほい、あいててててて、あーキャー、ちょっと待って、間違えた、 D ボタン押しちゃった。Dボタン判定。ふっ、まずは一匹でーす。ガキン、あまり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 、ふい、二匹目、盾持ち破壊できたのは強い。あ、ちょ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 、これ E なのか。鎌は E なのね。鎌いい。あ、いって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 。お前ら、アシュルに手出しやがって、このタコナス、タコナスビ、タコナスビ。ちょ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 、邪魔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 。おい、ちょ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 。オッケーオッケーオッケー。あ、助けてる間無敵なのね。ああああああ、くそ、あばばあば、おお、すげえ。ええ、マジでどういう状況。今さ、グーパンチしてきたよね。グーパンチに対して金属音が鳴ったぞ。へっ、どうしたどうした、急に挑発するやん。へっ、まだいたよ。あ、いた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 。ヒカキン、うお、なんかすごい血がいっぱい粉まみれになってる。こんなに血がプッシューって、ナシ汁ブッシャーってしたのって、なんかあれだね、ロストワールドのコンピーに食べられたおじさん並みのあれだね。あれでも、あ、でもそうだね、粉吹きになったもんね。で、ここは特に拾えるアイテムは、あー、あ、ちょ、キーかよ、ハブキー、ハーキー。それはバスケットボールの練習の中で最もしんどいやつの一つ。そんなことは誰も得しない状況。ハーキーって超しんどいね、バスケの練習があるんですよ。しかもね、強豪校大体ね、声をね、うわーって出しながら、ね、呼吸すらもしんどいのに、なんかもう、うわーみたいな感じでやっていくから大変なんですよね。ということで、頼んだぞ。お願いしまーす。さあ。さあ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 、無理、開けた、さすがだな。ちょっとふとぎりって破りたかった。そうはいかなかった。金が溜まってもね、結局ね、あれが手に入らなかったら意味ないんどするやんだよね。救急スプレー、救急スプレー、やっぱチャプター1チャプター1個だな。まあ1チャプター1個あるだけでも十分なんだけど、それだったら、初めのチャプターの方からずっと返し、進めておけばよかったって。あ、来た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 。あ、ちょ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 。なんか、普通に取ってってるぞ。違う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 。で、ほい、こっち。
貯金素材 S がないからダメだね。で、ここあ、ナイフでいけるの。で、開けて、で、宝まで粉々にする気が来たのは。よし、で、こっち行ってここから先に進めそうだ。進めます。慎重に、ね、本当にって、先に進めるので、なんか誰かが酔っ払いの声がする。うげー吐きそう。あれ、なんかレッドハーブ2つ目だぞ。レッドハーブ2つ目、てかそもそもこい何してんの、何してんの、うわー、大きな動物の鳴き声みたいな。もうね、完全に酔っ払いの声だよね、これね。飲みすぎなんだよ、みんな連日ほんと。うちの会社の連中飲みすぎてさ、毎回朝にさ、あの ミーティングをしようとするとさ、ごめんなさい、今日はちょっと二日酔いなんで勘弁してくださいって、 150% の確率でその話が出てくる。オッケー、じゃあ振り返るとやつがいる。キャー、これに対して全然ビビらないレオンもレオンなんだよね、おかしいわ。見えてないのか。うぃー、こいつってちなみにさ、無視することってできるの？あ、違う、チカロウのか、あ、違う、チカロウの鍵手に入れてるもんね。こっち来てる、走って逃げる、走っててもキュンです。おー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 、真正面から来たやないか。あ、いてて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 、あぶれ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 、めっちゃめっちゃ向かってくる、めっちゃ向かってくる。え、あれ、これさ、あ、いけたわ。なんで、あ、痛い。ちょっと普通それは人間死ぬよ、生きてるなんて不思議だね。あれ、今出てた、あ、ちょっとなんか思ってる方向に全然進んでくんない。よし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 、あれ今出てたよね、出てたのに、なんで、よいしょー、にゅるん、避け方がかっこいいか。ふん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 、さあ果たしてこいつを倒すことができるかどうかが俺の今回のパートを長くなるか長くならないか決まってくる。やばい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 、よし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 、荒れてる荒れてる荒れてる、今です、2発目おかわり。さあ逃げる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 、さあ大丈夫だ大丈夫だ。え、荒れてる荒れてる、こっち向かってくる、なんかやっぱ見えてるよね、やっぱ見えてる、うろってのと、ほっ、よいしょ、もう終わりだよね、終わりだよね、終わんない、終わんないですよね、ですよ、そうですね、そうですね、そうですよね、荒れてんな荒れてんな、おらおら、反抗期反抗期、痛い、なんで、おかしいおかしい、連続攻撃、黙ってたら、そっか、俺が喋ってるからバレるの、これもしかして。実況者と連動してる。さあ、そんなことはないよね。いやー、嘘です。本当です。危ない危ない。え、出ないんだけど。出て出て。そうそう、よっしゃー、おらー、めめめめんなくせ、おら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 。そろ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 ウニウニ仕上がれてんで、バーロ。らしくらしく、慎重に慎重に。みんなみんな騒ぐな騒ぐな、絶対騒ぐな、騒いで騒ぐなっちゅうの、騒ぐな騒ぐな、だだだだだだだ。ほっ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 、しゃがんでるとこんないいことが起こるんですね。さあ、ハードコア、ハードコアレベル5ということで、あれ、ちょっと待って、ハードコアレベル5のはずだからさ、普通に考えればもう終わらない。え、何発やる、ラーラーキャ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 ー、助けて、ブリ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 、いってー、それはクラウンかい、ちょ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 っと待って、ブユよし、オッケー、さすが、さすが中ボスだ、さすが中ボスだね。よし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 、いってー、なんでやねん、 Why? Don't you why? Don't you why? なんでお前が44マグナム持ってんねん、え、あ、それは股間にですよ、とか、いや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 、あ、今出てたのに、もったいねー、ふぅー、あれだな、体力がなくなってきて、そろそろよし、いた、いた、行かないね、全然行かないね、ダメだね、おかしいね、ふん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 、もう何にそんな、まあ初見にマキラだもんな、攻撃力1600、守備力1100の、まああの、危ない危ない危ない、ほ
本来はあらこいつが死ぬときトラップ、あ、やった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 、来た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 、シャー来た、なめんな俺ザバミサロスイベイベイイエ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 イ。なんでハードコアナイフクリアができるのにさ、初めてスタンダードやったときにハンドガンも使えるような状態で俺は死んだんだろうね。まああの気になる方1周目のプレイをご覧くださいというところで、いやーいけたねいけたね、なんとか、おーね、あれ、あ、珍しい、初めてやったときあの右太ももがずっとねプル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 痙攣してたんですよ、うん、今回それがなかったみたいな、そもそもこいつをハンドガン10発で倒すってこと自体が無理ゲーなんじゃねっていう、ちなみにこれくる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 か、え、気のせいか、なんか今どっかでうーんってあ、なんだ隣の家か、それはそれで怖いけど、ね、隣の家からうーんとか聞こえてきたらやばいよね、よし登っていきましょう、あーとは言いながらもなかなかいい時間になってる、大丈夫、レオ、はい、無事でよかった、あ、無事です、無事じゃないけど無事です、何も、動物が一匹いただけだ、本当に動物見に行く、まあ、見に行くっていう、見に行った時の反応はもうね、いやもう結構よかったね、血塗りべっとりでさ、あの鍵が回りませんでしたみたいなことにならずに済んでよかったのとかに、なんてなんて鼻、なんて大丈夫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 、今のところはね、今のところは今叫びまくる、ああなんで急に急に叫びまくる、こっちか、あった、はい、でここにちょっとレッドハーブが、手に入ってるので、OK、でここあなんかあたた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 たあたた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 たあスピンネルだ、音がかっこいいよね、でここあとアイテムはないね、よし、じゃあ開けます、さーて王様、おっぱいの塊、ここおっぱいの塊っていう言い方するとなんかちょっと全然柔らかくなさそうだ、で、金の方向もここ、あ、ちょ金はこっちで、ここじゃない、こっちで、ついで、朽ちて置きましょう、オッケー、こっちね、また拾うとか、あ、ちょっと、拾えるのね、拾うかどうかをこうちょっとさ、あの、もうなんか問答無用でお渡ししますみたいな感じになっちゃってる。で、鹿、あ、出た、レオンパパ。カオンエスケネギ。で、鹿、ヘビ、鳥、オープン。このヘビなんかどれ当ててもいいらしいね。知らなかったけど。こいつ本当にこれはレプリカ、あ、よく見たらあれなんだね、実戦では使えない、全部縛られて、しかもそれだったらもうちょっとさ大の字にしてあげるとかさ、こんな状態で縛られてさ、しかも上から剣突き立てられるってもう興奮でしか違う、よいしょ、ほい、 OK、 カチャコン、開かないな、あ、えいやめっちゃ開いてんがな、めちゃめちゃ空いてんがな、うん、どういうことどういうこと、レオン急にボケ始めた、あ、やばいやばいやばい、シャーシャーシャー、オッケー、当たってないように見えたけどね今ね、ということでシャー、さあでも何よりもね、ここよりもやっぱりね次なんだよな、問題は次が大変だと思われます、オープンで、待って、ここって最初見た部屋じゃない、え、ヘビヘビ戻ってきたんだ、ヘビーラヘビーに会いに行こう、ドゥルッドゥッドゥ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 、下ろします、スン、オッケーで、飛びます飛びます、キャー、レオン何してるの、あ、あなたのパンツのどことしてる、絶対真似するなよ、そんな橋とのございますってか、お嬢様だもんね、ペカーンとこれで開いたでしょ、でオープンして砂時計、何分式かはわからない、5分式かな、ほいよいしょと、オッケーで今降りてきてる最中かな、
レオン無茶しないで。ああめっちゃ怒られてる。行儀悪いわ。行儀がいいか悪いかで言ったら悪いよね。そんなこと言ってる場合か。なんでそこでそうだなって、育ちの違いかなって、そのくらいの冗談飛ばしてあげてくださいよ。さてじゃあ次が、このチャプター最大の修羅場になりますので、一旦ここでセーブして終わりにしようかな、うん、と思ったんだけど、ちょっとこっちに進んでからもね、もうあのね、シャンデリアに乗るよりもそのバーンって開けること自体がもう行儀なんて、これもう生死かかってんのに行儀もクソもあるか。急にお嬢様に切れ始める。ごきげんようミスター。しかもこいつもさ、娘を差し出す気になりましたか。こいつもな、顔を見せずにさやるって、もう本当にウェブ会議とかやるときもさ、顔出さないでさ音声だけで登場するやつとか超失礼だよねって、まあ自分もそういう時があるから言えねえけど。姫を守る勇敢な騎士の物語よ。なんでそんなにそのこいつは あのなんだっけ、あれにこだわるんだろうね、脚本。まあ時々こうやってお尻をちょっとね、お尻をちょっと反応しないと。ほら、黒いパンティーか、黒ストッキングに黒パンティーはちょっとな。やっぱ黒ストッキングで白いパンティーとか青いパンティーみたいなちょっと目立つ色とかをしといてくれれば。おかえりモース、ただいま。なんかすごい落ちてる。あれこんなんだったっけ、縦。え、すごい荒れてんな。まあいいや。はい。じゃあちょうどね、中ボスクリアすることができましたんで、次回修羅場を前に一旦セーブして終わりにしたいと思います。ということで、恒例の儀式、ボディアーマーをペイントしていきましょう。はい。ということでね、今回のパートは以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。また次回パートお会いしましょう。バイナラ。